2020年新型コロナウイルス自粛の影響で韓国ドラマは大ブームとなった。その中でも愛の不時着とともに多大な貢献を果たした作品、イテウォンクラス。あれから2年、時を経て今もなおネットフリックスのトップ10に君臨する超人気作を、この夏テレビ朝日が満を持してリメイク。従来のリメイクドラマの印象を変えるべく日韓共同プロジェクトを掲げ、キャスト、ロケーション、脚本、演出、全てが生まれ変わった。今回はそんな日本のドラマシーンを熱く盛り上げた六本木クラスを日韓徹底比較。発表当初から賛否、たくさんの話題を呼んだ裏に隠されていた挑戦。一体このリメイクは成功だったのか。さあ、韓流エンタメ情報局と振り返りながら紐解いていくわよ。登場人物の性格、出生、背景などはオリジナルから見事なまでの完コピー。全てのキャラクターや配役になるほどと納得の完成度。そんな六本木クラスキャスト陣をまずはサクッと見ていきましょう。主人公新を演じたのは竹内涼真様、韓国版はパクソジュン様。シンクロ度抜群の髪型や衣装が話題に。そういえばセロイの頭を触る癖はなかったわね。ヒロイン葵を演じたのは平手友梨奈様、韓国版はキムダミ様。イソのツートンカラーに流行りのインナーカラーをプラスワン、日本人により自然なインフルエンサー感を引き出していたわ。もう一人のヒロイン優香を演じたのは荒木優子様、韓国版はクォンナラ様。スタイル抜群でファッションセンスはイテウォンに引けを取らない、トレンドを抑えたハイスペック女子よ。長屋の会長を演じたのは香川照之様、韓国版はユージェミョン様。容姿の雰囲気こそ違えど、高圧的なキャラに見事にまでマッチした存在感はさすがよね。長屋の長男龍河を演じたのは早乙女太一様、韓国版はアンボヒョン様。あの憎たらしさが一つの見どころだったところ、抜群の演技力で龍河を表現していたわ。長屋の次男龍二を演じたのは鈴鹿王子様、韓国版はキムドンヒ様。あどけなさが残るキャラクター設定にうまく溶け込んだキャスティングね。二代目宮部の従業員亮太を演じたのは中尾明義様、韓国版はリュウギョンス様。イテオンは額に傷があるけど亮太は頬、元反社構成員のイメージを強く示したかったのかしら。二代目宮部のシェフ、リクを演じたのは佐藤穂奈美様、韓国版はイージュヨン様。人気バンドゲスの極み乙女の可愛すぎるドラマーと言われる彼女がジェンダーレスな役をしっかりと表現。穂奈美様に感動させられた視聴者も多かったはずよ。イテウォンクラスでキーマンとなるトニー、日本版では登場自体していないわ。逆にイテウォンクラスで存在感のあったオカマ、登場しない代わりにバーのママガルシアがその役を担っているわ。そしてストーリーを盛り上げる重要人物たち、ひき逃げ事件を担当した刑事を11年ぶりに民放ドラマ出演、尾形直人様。投資家の老婆をなんと役者歴50年超え、倍賞光子様。長屋の専務を数々のドラマを人気作へと牽引した稲森泉様。豪華ベテラン俳優陣のキャスティング一つとっても制作陣の本気具合がうかがえるわよね。そんなベテランの中でも特に話題となったのが香川照之様。制作陣が起用した理由はやっぱり土下座が決め手だと思うじゃない？実はそれだけじゃないの。静かな怖さを持った絶対的権力者という役柄を香川さんだったらどう演じるのか見てみたいなんて気持ちもあったそうよ。人気作のリメイクだから相当な覚悟とプレッシャーがあったはず。韓国版の個性を再現し敬意を持って挑戦した俳優たちの勇姿にまずは拍手を送りましょう。じゃあここからが本題、一つ一つ深掘りしていくわよ。まずは六本木クラスロケーションについて。そもそもなんで六本木って話なんだけど、その前にイテウォンはどんな街なのかを紹介するわね。多国籍の飲食店、クラブ、ゲイバーなんかが軒を連ねるソウルの中で外国人率が最も高い異国情緒あふれる街。
もともと米軍基地に近接していたイテウォンはソウルにある外国だったんだって。多様な文化を楽しむための場所としてイテウォンほどの場所は他にないわ。そんな街に惚れ込んでセロイはこの地で自分の店をスタートさせるの。ちなみに原作者チョ・グワンジン作家の経営する居酒屋もイテウォンにあるそうよ。相当この街が好きみたいね。初めて六本木を舞台として設定したのは原作ウェブ漫画の日本語翻訳ローカライズ版でのこと。六本木は外国人と飲食店が多く、そういう雰囲気がイテウォンに似ていたからという理由で舞台として決まったそう。でもこれは配信アプリピッコマが採用した設定だから、ドラマ化にあたってそれをそのまま生かすかどうか、さすがに簡単に決まらなかったらしいわ。その秘話を調べてきたから、みんな聞いて聞いて。日本でイテウォンに変わる街なんてないと頭を抱えた制作陣、最終的に決め手となったのが、なんとテレ朝のロケーション。プロデューサーの大江氏によると、運命的にも我々テレビ朝日は六本木に位置しています。リアルな六本木で極力ロケを行って、六本木の現状をすり合わせていけばドラマのイテウォンに近い肌感が演出できるのではないかと思い決めましたと語っているの。そもそもイテウォンクラスの日本版リメイクについては各社からオファーが殺到。テレ朝は15から16社が参加するコンペを勝ち抜いたの。原作にちなんだ六本木という立地を活かせることもアピールポイントの一つだったらしいわ。日本のドラマは許可が降りやすいところでロケをするから、どこの局も同じような絵になりがち。ところが今回はテレ朝が六本木の地で長く築いた関係がベースとなって、警察署や商店街など様々な場所から特別な許可を得てロケを敢行。そのおかげで六本木ならではの空気感を映像で存分に見せることができたのよ。ところでドラマに東京タワーがたびたび使われていることにみんな気がついたかしら。韓国版では N ソウルタワーがいろんなシーンを象徴して効果的に登場していたわ。セロイのジョギングコースの歩道橋から眺めるタワーはトップを目指す信念の象徴のように。またセロイとイソ2人でグラスを交わすシーンではロマンチックなアイテムとしてその姿を見せていたわ。日本版でも同様に、例えば第10話の優香が感情をあらわにするシーンでは東京タワーは2人を引き裂く不気味な剣のような構図で悲しく光ってたわよね。六本木をよく知る人からは特に興味深い作品でしょうし、知らない人にとっても絵的に既視感のない新鮮な構図が見れるというおまけ付きの六本木クラス。これほどまでにロケーションにこだわった日本ドラマは他に類を見ないと思うわ。脚本については設定やセリフ、一つ一つの再現度の高さに話題が集中。ここまで韓国版に合わせなくていいのではという批判的な意見も最初こそ飛び交っていたみたいだけど、今では韓国版のエピソードや会話の数々を下手にアレンジせず、日本の風土や文化に適したものに忠実にスライドさせていると高く評価されているわ。そんな脚本はヒットドラマを多数手掛け、おっさんずラブで社会現象を巻き起こした異才徳王浩二氏、テレ朝が日韓共同プロジェクトを掲げカカオエンターテインメントと韓国版ドラマを制作した JTBC の全面協力を仰ぎ、原作者のチョ・グワンジン作家に台本チェックまで依頼してるそうよ。そうやって原作を徹底的に活かしつつも、日本のドラマとして違和感がないように工夫もされているの。葵が高校卒業後すぐに堂々とお酒を飲むシーン、韓国では数え年の19歳でお酒が飲めるのに対して日本ではダメだから、葵を4月生まれで同学年の子より1歳年上の帰国子女設定でコンプライアンスに配慮。新たが退学となった夜のシーン、韓国版ではその日お父さんがセロイに酒の継ぎ方や飲み方を教えるけど、日本版ではお父さんたらお前まだ未成年だろって言ってお酒は飲ませないの。でもお酒が甘いっていう超重要な伏線セリフを言わせないといけないので舐めさせちゃう。あのグラスに手を添えて顔を横にして飲む韓国の文化が消えてしまったことが原作ファンにはちょびっと寂しかったわよね。
トランスジェンダーを素材に扱うにあたって社会へ伝えたいメッセージこそ同じなんだけど、その描き方に決定的な違いがあることを一番注目してほしい。第10話、料理対決決勝直前に暴露されたリクの記事、見出しはこう。話題の美人料理人綾瀬リク、トランスジェンダー告白に両親困惑。対する韓国版は、関係者がマヒョニの性自認を暴露。前者ではマイノリティが社会の中で抱える苦悩を打ち出し、後者ではマイノリティであること自体への苦悩を打ち出している。そう、六本木クラスは LGBT への理解が進んだ日本人によりフォーカスした構図に変化しているの。韓国版で磯がヒョニの性自認を知った時に偏見丸出しで店を辞めさせようとしたところも六本木ではカットだったわよね。あからさまな偏見は今の日本では逆に現実味がない。イテウォンクラスではセクシャルマイノリティへの差別意識を主体にしたところ、六本木クラスでは当事者が抱えるよりコアな問題を脚本に落とし込んだ。そこに拍手を送りたいわ。コンプラや日韓文化の違いがある中で、どう韓国版の良さは残しつつ脚本に要素を追加していくか、こうやって深掘りしてみると、リメイクってそんな簡単なものじゃないって改めて感じるわね。六本木クラスはリメイク作品のイメージを塗り替える立役者になるかもしれないわ。俳優さんの演技力でドラマの期待値もうんと上がるわよね。続いて、キラリと光る演技が目立つシーンに焦点を当ててみるわね。注目の第1話、父親のひき逃げ事件で示談を持ちかけられた際、父さんの命を金に変えて俺に渡すってことですかと崩れ落ちる場面。韓国版は腰が抜けたように座り込むけど、日本版は書類を投げてその拍子で派手に転ぶ迫真の演技を披露。そして真犯人が分かり殺意に満ちた形相で殴りかかるシーンは、両者ともに引けを取らない迫力の演技だったわ。龍河が父に強要され鶏の首を絞めるシーン、辛く耐え難いが遂行せざるを得ないえげつなさが出てた。また株主総会での父の裏切り会見を見た後、親子で見つめ合い腹をくくってマスコミ対応をしたシーン、日韓甲乙つけがたい2人の演技が光ってたわ。新たが初めて葵と出会うシーン、同級生の母親にぶたれる動画を撮らせて脅すソシオパスエピソードと、その後仲裁に入った新たを騙して舌を出すまでの演技を平手友梨奈様が完コピー。そして葵の名シーンといえば、新たと優香のキスを阻止するディフェンス。韓国版でも話題となった仰天シーンも何のその驚きの再現、小悪魔的な演技が光ったわ。そういえば磯はディフェンスと声に出さなかったものの、代わりに効果音など細部にわたった演出が際立っていた。ディフェンスされた諏訪の変顔を改めてチェックしてみて。ひき逃げを悔い改め示談しようと相談する息子に、目下のものは全て家畜と矜持。息子でさえ恐怖を覚える高圧的で絶対的な権力者の長屋会長、あのユージェミョン様が表現した神演技はハードルが高いはずなのに、香川照之様も歌舞伎役者ならではのダイナミックな演技で素晴らしい。私たちはまだ最終回が見れていないから、肝となる土下座のシーンに期待が高まる。韓国ドラマの魅力の一つは俳優の演技力だけど、日本だって負けてはいないっていうことが分かったわ。リメイク作を見るにあたって、カンドラファンのこれじゃない感あるよね。熱い気持ちは分かるけど、違いは違いとして両者楽しんでみることをおすすめするわ。それぞれの国民性も感じられたりして、比べることで発見もあり、なかなか面白いわよ。そんなあなたの新たな発見につながるかもしれない小ネタを一気にご紹介。イテウォンクラスの制作費は非公開だけど10億円以上と言われていて、対するテレビ朝日のドラマ制作費の予算はおよそ1話あたり2500万円と発表されているから、予算の時点で半額以下ってことよね。映像美とか演出とかカンドラと同じクオリティをそもそも求めるのが見当違いってこと。香川照之様の土下座といえば半沢直樹、今回もまた見事な土下座が披露されれば、安田大サーカスの団長のパロディバブルが訪れそうね。
役へのハマり具合が登場人物の中でも群を抜いている平手友梨奈様。そのビジュアルはもちろん卓越した演技力や表現力で、放送開始以来視聴者の心を最もわしづかみにしてきたわよね。ドラマ人気の一角は彼女がもたらしたと言っても過言ではないほど、巨大企業に成長した RC で働くバリキャリっぷりも美しすぎる。新たにおねだりする T スマイルネックレスはティファニー。これは韓国版でも同じアイテムが使われていたわ。葵役への起用はなんとチョ・グワンジン作家の推薦で決まったそうよ。原作者のインスピレーションもすごいけど、彼女もその期待に応えて見事結果を出したってことね。前半の最大の見せ場、葵がトイレに逃げ込み助けを乞い、あの名曲とともに3人で走って逃げるシーンは見事に再現されてたわ。最高。深夜まで人通りが絶えない六本木、失踪ロケはなかなか大変だったらしく、赤信号も気にしながらの撮影で何テイクも重ねたそう。でもイテウォンの失踪シーンはなんと5時間も走り続けたそうだから、疲労度で行けば韓国版の方がクタクタだったでしょうね。長屋会長がとうとう2代目みやべに来店。もてなした料理は特製唐揚げ。居酒屋の基本中の基本メニューはやっぱ唐揚げっしょ。イテウォンはスンドブチゲ。韓国の居酒屋の基本メニューといえばこれってことですかね。退学した日に父と囲んだ料理も、出社した日に注文したのも、料理対決で決勝戦進出を決めた料理も全てスンドブチゲだったわ。料理といえば対決番組三つ星スタジアム。1回戦の食材はマグロ、宮部の卵焼き、マグロのレアステーキ包みで勝利。2回戦の食材はキノコ、たこ焼き風キノコのクリームシチューでこれも勝利。溶かしたアイスクリームをソース代わりにかけてて、かなり凝ったメニューじゃない。料理に対するオリジナリティや繊細さが重要視される日本人的感覚がうかがわれるわ。韓国版は以外のスープカレー風味とスンドブチゲ、こちらは食材の良さを引き出すことが大事っぽい感じかな。イテウォンクラスを代表する楽曲といえばガホのスタート。この日本語版が第1話開始早々流れ出すというテレ朝の粋なサプライズ。やっぱこの曲なしに成立はしないって気がする。もん胸が踊ったわ。だけど一番驚いたのが、総勢5曲もの楽曲を OST として起用しドラマを彩ったこと。今まで日本の作品って多くても主題歌と挿入歌くらいだったでしょ。放送初期はスタートオーバーで韓国版への敬意を表し、カンドラ沼の心をぐっと掴んだ。でも気づけば日本のロックバンドアレキサンドロスが歌うベイビーズオールライトこそ六本木クラスを代表する楽曲に仕立て上げた。音楽一つ例にとっても日韓ハイブリッドを目論むあたり、すっごい挑戦だと思わない？じゃあ最後にドラマ制作にあたって日本風に脚色された演出に注目して見ていくわよ。視聴者の脳裏に焼き付いたシーンといえば、新たの父がひき逃げされたシーンよね。リアルな事故の瞬間をつぶさに映像化し、驚きのカメラワークはすっごい臨場感だったわ。実はこのシーン、イテウォンを完コピと言ってもいいほどの完成度。韓国ではこういうクラッシュシーンの描かれ方は珍しくはないけど、昨今の日本ではあまり使われない手法かな。インパクト抜群ではあったけど、やや残酷な映像なので演出としては冒険だったかもしれない。でも新たの未来をぶっ潰した大事なエピソード、監督も中途半端にしたくなかったんだと思うわ。葵が新たの腕の傷を見つけ、今まで秘められた悲痛な思いを悟り受け止めた。その時湧き上がる感情が愛と気づき、何があってもその思いを貫き社長を守ると誓う。重要なシーンなだけに演出にも力が入ったと思うわ。韓国版は雨の降る中刑事さんの家で、六本木はバス停で、どちらのシチュエーションも素敵。そういえばこの傷、韓国版の傷の方がうんと痛そうに見えたよね。韓国の特殊メイク技術はさすがね。4年後、会長が倒れ余命わずかと言われ、ざまあ見ろって言いたくなったのは私だけじゃないわよね。そこまで感情移入させてくれる両作ともに素晴らしい演出だけど、老いと病により覇気がなくなった様子を見事に表現されていたのが韓国版。
演技はもちろんのこと、その様子がリアルに見えるメイク術には本当に脱帽。物語を展開する中、キーパーソンとなる龍が彼の抱える闇や人間の脆さを演出する上で、出所後のこのシーンは一番際立っていたんじゃないかしら。長屋は僕が守ってあげるよっていうセリフとともに、龍河の表情を画面いっぱいに映し出し、その言葉に込めた感情は一体何なのか。この先起きる展開に視聴者に不安と恐怖を植え付けてくれたわ。さらに早乙女太一様の繊細な演技やメイクがその魅力を加速させ、韓国版を食らうほどの存在感はあっぱれ。料理対決の決勝で陸のトランスジェンダーが暴露された時、焼いてみよ、叩いてみよ、閉じ込めてみよというモノローグから始まる一編の詩を葵は陸に送る。放送後この詩が大きな話題になったんだけど、実は既存のものではなく、イテウォンクラスの作家オリジナル。韓国版ではこの詩を元に制作された楽曲石ころを BGM に同じく大きな反響を呼んだわ。このエピソードを演出する全ての工夫は比較できないほど良作、素晴らしかった。石ころにしか見えない私がどんな価値を持っているか証明するかのように、きっぱりと宣言したラストのワンフレーズはまさにおえつもの。自分の価値を人に測られたくない、そんな新たとセロイの信念に通じる心に残る名シーンよ。オリジナルが素晴らしすぎて必ずしも同様のヒットとはならないこともあるリメイク作品。成功の鍵は丁寧な演出や俳優陣の細やかな演技力により、オリジナルとは別物としてリメイクを意識させないことと言えるのではないかしら。六本木クラスも確かに原作ファンから批判的意見が飛び交ったのは事実。しかしこの作品のおかげでイテウォンクラスが再び新たな人たちに布教されているのも事実。韓国版を知らない視聴者は純粋にこの作品を高く評価し、韓国版を知る視聴者も別の世界線で釘付けになった。一度低迷した視聴率は回を追うごとに上昇し 10% を突破。これが全てを物語ってるんじゃないかしら。韓流エンタメ情報局は六本木クラスのリメイクが成功だったと断言します。今後韓国ドラマのリメイクに対して大きなターニングポイントとなるかもしれない。多くの反響の裏に隠された制作陣やキャストたちの大きな挑戦に、韓ドラファンとして改めて感謝だわ。いかがだったでしょうか。今回はイテウォンクラスと六本木クラスを徹底比較させていただきました。いろんなね、意見や感想があると思うけど、韓国ドラマを盛り上げるにあたっても、日本のドラマを盛り上げるにあたっても、六本木クラスは大きな貢献を果たしたと思うわ。みんなの考えもぜひコメント欄で教えてね。ということで、局長ゆうやんでございました。また次の動画でお会いいたしましょう。アンニョーン。